対決サクサクセス実況22回目の今回、戦う選手は5月パリーグの月間 MVP を受賞、ソフトバンクホークスに所属、柳田悠岐と対決じゃい。月間 MVP を受賞するのは自身これで5度目になる柳田悠岐。月間成績はこちら、26試合に出場して打率は3割8分7厘、41安打打ち7本塁打23打点5盗塁というね、素晴らしい活躍をして見事月間 MVP 受賞ということになりました。今作のパワープロ2018では初対決となる柳田悠岐。能力はこんな感じです。まあ、去年のね、成績をもとに作られてる柳田、めちゃくちゃ強いですから、めちゃくちゃやばい成績を残してくるわけ。僕の作る選手っていうのもまた柳田に負けない攻撃力プラストリプルスリーを達成できるような、そんな怪物作らねば勝てんぜ。今回作る選手の球団設定は柳田同様ソフトバンクホークス。持ち込みアイテム、ここは定番のカードで、天才カードとチヤホヤカード。この2枚じゃないと柳田越えは無理だからね。この2枚で越え、そして作る。レッツ対決サクサクセス。気合を入れてステージ1-1やっていこう。初期能力はこんな感じ。どうだろうね。肩力が D の55と高いんで、58と高いんですけど、肩が高いというよりかもっと他の部分高くあってほしかったですね。まあ、でも全体的に高いのはやっぱ天才カード使ったのでね、強いですから。まあ、ここからね、上を目指していかないと。で、お化けと選手1人がいるが、西田は、ミーと7上げてくれる。いきなり D 到達だね。早いね。最高だね。ほんでそこにいる幽霊にも会っておきたいんだが、こっちに来てくれるかしら。来なさそうですね。パネルが輝き始めたよ。ワオワオワオだよ。ちょっと待てよ。これ踏めば全部パワーパネルに変わるが、待て、弾道パネル踏んでおいた方がいいよな、この場合。そうしましょうか。まず弾道を踏んで、弾道を上げて、だね。で、初級丸がついた。それもいいね。え？ミートと守備力入れ替わって、ミートが F の38、守備力が D の53になっちゃいましたね。そういうことやられるとですね、私ピーマン非常に困惑するわけなので、やめていただきたいですね、そういうことはね。まあ、残念ですね、ミート力は失っちゃいましたが、ステージ1はこれにて終わりで、大丈夫、これから上げていけばいいだけの話。守備は柳田はね、そこまですごい選手ではないですから、でも守備に関しては重きは置いてないですよ。それは無視してもいいレベルだ。守備より打力。そこがテーマです。もうちょっと待って、能力入れ替わるわ、体力下がるわっていうことになればですね、私ピーマン非常に嫌な気持ちになるわけなの。ちょっと勘弁してください、こういうことはね。おいで積極盗塁ついた。これが大事なんだよね。これがこれつくことによってトリプルスリー達成できるようになるんですよ。いつも言ってる、これつかなきゃ盗塁をそもそもしてくれないので、どれだけ足が速くても盗塁系の特殊能力ついてても意味なかったの。でも今回ついたからね、柳田同様トリプルスリー達成できるポテンシャルを持ってる選手出来上がるよ。うまくいけばの話ですけどね。走力強化カードもゲット。まあ、これを手に入れた以上、やっぱ足を速くしていかないとダメなので、まあ、走力も磨いていきましょう。ほんで今、打力も全くないので、打力も上げていくこと。全部上げることだよ。さあ、ステージ3。楽しくなってきたぞ。で、ここではね、選手2人いる。いや、どっちも大したことないな。もっといいの出てきてよ。まずはおにぎりパネル、体力4のみの回復か。持ってたカード、総力強化カード落とすの最悪。補給、いやもう補給とかええねん、打力上げてくれ頼むから。なんで打力くれへんねん誰も。なん、またミートと守備力入れ替わって元通りだね。よかったよかった、これでいいんだよ、これがあるべき姿だよ本当にね。よしよしよし、守備なんて本当今回テーマにしてないので、もうここもちょっと体力温存で次行きましょう。やっぱ体力ないことにはダメなんでね。第4ステージだ。ここから打力を上げていく。で、まずは宝箱優先的に。ああ、もうパワーも下がんなよ、もう。ただでさえ低いのを3とかドバって下げられたら、こっち困るわけなのね。やめてください、こっちが困るようなことしてくるのは。カレンはどう鍛えねん。お前の動きはわかんねえ。野球偉人伝で特殊能力。どっちもいらん。打力系プリーズ、打力系。いや、だから体力下がんなよ、もう。腹立つねー。どんだけ下げにくんねん、このゲーム。こんななんかまともな選手なんて出来上がるわけないだろう。なかなかふざけてるね。野球マンヘルプミ、助けて。いや、後ろ、うん。後ろ向いて。
弱いな、全然弱いよ。最悪ミートとパワーっていうのはもう B は行かないとちょっと本当に対決にならないと思うので、そこのライン乗ってないですけどね。あと総力も同じですよね、欲しいので。最後宝箱2つありますから、もうその中身で強くなっていくしかない。何かとラッキーステージ来たよ。これハテナパネル踏めば何かとラッキーなこと起こるんで踏みまくりましょう。じゃないともう無理だ。まずは宝箱、中身は野球超人伝で全体能力アップ。さあ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 、強くなれる、なれるなれるなれる、いいぞいいぞ。でもう一個野球超人伝入ってないか、どうだ。守備ね、守備ね、いや野球超人伝であってほしかったね、ここはね。まずどうしようかな。一回あのおにぎりパネル踏みに行くわ。それ正解でしょう。で、10回行く。オッケーオッケーオッケー。で、高級。いや、もうプロ入りカードとか吹っ飛ばしカード欲しかった。カレンが来るのが怖えんだ。今ある体力でも強くなるしかないパネル踏んで。もう踏めるようなパネルもそんなない。パワーもちょっとね、もうちょっと上げたいんだけど。パワーパネルが近くにないんだよ。ミートは B 乗ってる。パワーは乗ってない。近くに来いパワーパネル。来ましたね。で、呼吸アップで4アップ、これでパワー C の68。あと1上げたいんだけどね。22か、上げたいんだけどこれ以上上げることはできない。これで終了。終わりたくないけどもう何もできないんで終了するしかないやん。なんか柳田の劣化版だよね、まあ、例えるのであれば柳田2014くらいじゃないですか。あの時の柳田っていうのも結構優秀な数字残してたけど、2015年ほどではなかったからね。あの辺だな。あの辺の柳田どうやら俺作っちゃったよ。あの辺の柳田で今の柳田に勝てるか、全然レベルが違えんだよ。そんな選手で挑んだところでどうなるかくらいバカな俺でもわかるわ。もうこういう劣化版を作っちゃダメなのね。こういう対決でわざわざ天才カード持ち込んだ時に関して作ってしまう。非常に残念ですね。まあ、先ほども言った通り、せっかくね、珍しい積極盗塁っていうのをつけれたんですけど、積極的に盗塁してもね、多く成功できるか多くできるかっていうのは分からない走力ですから。守備に関してはね、もう柳田とは比べ物にならないほどありますが、その部分で特化するのではなくて、やはり打力の部分で特化していきたかったんですけど、出来上がった選手はこれです。これから真正面で柳田にぶつかり、そして勝てるかどうかを見ていくんだよ。今から互いの選手ペナントで回し対決していきましょう。そして今回の対決サクサクセス、いつもとは違うペナントの回し方でいきたいと思います。いつもはシーズンの頭から終わりまで一気にドバーってペナントで回してね、成績を見比べてますが、今回は前半戦と後半戦に区切って分けてやっていきます。そっちの方がより対決サクサクセス盛り上がると思いますのでね。ただ、それ以外の部分は変わりません。あくまでもこの対決の勝敗を決めるのはシーズン1年の成績ですからね。前半戦だけ柳田に勝ってたから僕の勝ちなんてことは言わないよ。変わる部分はありませんのでよろしくお願いします。互いの選手ペナントで回す際は打順は3番センター起用でいきます。まずは僕の作った選手からね。能力的にはねだいぶちょっと差はありますけども、何もこの能力で全て決まるわけではありませんから、柳田以上の成績を出す可能性っていうのもわずかながらありますので、そのわずかな希望を捨てずに掴み取りましょう。僕の作った選手、前半戦シーズン終了までペナント回していこう。さあ、僕の作った選手の前半戦シーズンが終了しました。この時点で勝敗決まる可能性もあるからね、それなりの数字を残しておかないと後半戦ちょっと絶望になるでしょうね。見ていきましょう。成績オープン、ダダダダダン、どうだ。おお、わーお、打率は3割4分3厘、わー80ゲーム消化してこの打率か。いや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 、勝てる可能性出てきたよ。いや、ミート力は高いからね。高いとはいえど、ここまで残してくるのは予想外ですって感じっす。どうやら期待してた以上にすごいものをこの選手残してくれたらしいですね。まあ、率の部分ではね、3割4分3厘、上には内川全盛期復活してる選手がいますけどもね、まあ、首位打者取れるチャンスも内川次第では、あと僕の選手次第では十分にありますよ。前半戦時点ではね。で、332打数の114安打、チーム最多安打ですね。で、2塁打も25本と多く放っている。3塁打も3本と多くて、本塁打は何本、11本、2桁も打ってますね。まあ、このペースでいけば残る50試合くらいで、まあ、20本。30はよほどハイパータイムに入らないと。
ちょっと難しいかな。まあでもパワー考えたらよくやってる方だと思うけどね。打点も57打点、得点圏打率も3割8分5厘と高いからね。で、得点62、三振51個。で、フォアボール29個。ちょっとこの辺で差が出るかな。確かに打率はいいけど、フォアボールを選べる選手ではない。まあ、打てる分選べなくてもいいけどね。柳田は打って選べますから。まあ、そこで差が出なければいいけどね。で、併殺8、盗塁は9個。積極盗塁ついとるんやけどね。そんなしてくれてないね。成功率もクソやし。やっぱ、足のね、単純なそんな速くないこと。ほんで、盗塁系の特殊能力ついてないですから、この積極盗塁が逆にあだになってますよね。こんな率ならするなするなと、お前ファンも関係者、球団関係者、もう解説者みんな言うとるぞ。やめとけ。これ以上お前の評価下げるだけだよ。無駄なことをしてますね。で、出塁率は3割9分5厘、長打率は5割3分6厘で、 OPS は9割3分1厘と素晴らしい。グッグッグッとだね。さっきも言ったでしょ、前半戦の成績次第でこの対決の勝敗というのはもうそこで決まると。この成績なら十分勝てるチャンスもありますし、柳田の対戦相手にふさわしい前半戦シーズンの成績と言ってもいいんじゃないでしょうかね。続いて柳田を前半戦シーズン終了まで回してみたいと思いますのでね、果たしてこちらの怪物はどういう数字を残してくるのか見ていきましょう。柳田の前半戦シーズンが終了しました。さあ、最強はどんな最高な数字を叩き出したのか見ていきましょう。成績オープン、ダダダダダン、どうだ、うわー、すごいなー、3割6分9厘という高打率。僕の選手の打率でも驚きなの、その上さらに行く、遥か上のステージに行っちゃう、やめてよ、勝負にならないから。ただ待ってくれ、試合数に関しては56試合ですからね。前半戦シーズンっていうのは80試合あるんですけど、その80試合全て出れてないですから、怪我してたんですね。結構大怪我で試合出れてないので、それもあってかの3割6分9厘じゃないかな。80ゲーム出てたのであればフルでね、まあ打率はだいぶ収束してたとは思うけどね。いや、試合に出る出ないというのはこの対決サクサクセス最も必要なことですからね。出れない選手というのは当然マイナスですからね。143試合出た上の3割打つバッターに価値があるし、まあ、その上でトリプルスリー、ね、達成する選手に価値があるわけですから、まあ、確かに率では負けてるけど、試合数の点に関してはやっぱ差があるのは、まだまだ勝敗に関してはちょっとわからなくなってきましたけどね。まあ、その中で222打数の82安打、2塁打16本で3塁打1本で本塁打何本、14本 ?56 ゲームで14か。フルで出たのであれば、まあ、30余裕でいくわな。てか、このペースだと後半戦怪我しなければ30確実にいきますよね。ほんとトリプルスリーも夢じゃないですよ、これ。打点に関しては45打点で、得点圏打率は4割5分2厘と驚異の数字。得点が54、三振44個、フォアボールは27個、デッドボール3つ、で、盗塁は11個、成功率は互いに褒められたものじゃないが、まあ、柳田2桁盗塁達成してるね。まあ、でも盗塁のペースはだいぶ苦しいんじゃないかな。後半戦よっぽど走らないと、走る場面がないと30盗塁っていうのは見ることもなかなか厳しいと思うけどね。で、出塁率は4割4分3厘、長打率6割4分で、OPS10 割8分3厘です。神です。前半戦のパリーグの打率ランキングのレベルの高さがえげつないね。秋山3割7分5厘、柳田3割6分9厘で、これだけの打率残してる柳田は首位打者ではないですからね。2015年の再現か、あの時はね、まあこの2人、あとね、近藤もいましたけど、熾烈な首位打者争い勝ったのは柳田悠岐だったんだよね。シーズン最多安打秋山更新しましたが、首位打者は取れてなかったんですよね。ただここに来て秋山の復讐劇が始まってるね。ちょっとこれ見ものですね。今のところ秋山が勝っているけども、シーズン後半戦でどうなるのか楽しみだよ。じゃあね、また僕の選手をですね、これから一気にシーズンが終了するその日まで回していきたいと思いますのでね、前半戦は素晴らしい成績ではありましたが、最終的にどのような成績になり、また柳田との対決どうなるのか、タイトル受賞できるのか、いろんな部分に注目して見ていきましょう。僕の作った選手、シーズン終了までレッツゴンヌ。
これで僕の作った選手のシーズンが終了ということになりますのでね、前半戦のペースを維持し、いや前半戦以上の成績を叩き出すことはできたのかどうか見ていきましょう。成績オープン、ダダダダダン、どうだ。あー残念、この時点で首位打者がないことが確定しましたね。内川3割4分3厘ですから。ただ待ってくれ、3割3分1厘の打率でフィニッシュしてますからね。オーイエース。別に内川に勝つ勝たないっていうのは重要ではないと、こいつがどういう打率を残すのか、そこが重要でしたがね。まあ前半戦と比べたら打率はちょっとだけ落ちてますが、あくまでもちょっとだけですからね。なんなら3割2分切る勢いで落ちてもおかしくなかった選手ですから、最後までよくこの打率をキープしてくれた、ありがとうって伝えたいですね。はい。で、試合は141ゲームに出場、2試合欠場しましたが、もうこの時点で柳田以上の出場試合数っていうのは確定しましたよね。その中で580打数の192安打、内川と並んでの最多安打ですかね。で、二塁打が36本、三塁打は3本、で、本塁打は何本 ?18?前半戦だけで11本打ってた男なんでね、後半戦で、まあ、20本いってほしかったけどね、ちょっとペースはやっぱ落ちたかな、長打のペースね。二塁打も言うほど増えてないもんね、前半戦と比べたら。なあ、ちょっと残念だね、その点は。まあ、この時点でトリプルスリーがないことっていうのが確定しました。打点は90打点で、得点圏打率は3割6分8厘。まあ、本塁打がね、そんな打ててないということが響いて、打点も100打点いかなかったですね。で、得点104得点多く絡み、84三振のフォアボール51個。デッドボール2つで、併殺11と多く、盗塁は19個。率は6割5分5ですから、率に関しては前半戦と比べて上がってますけど、まあそれでも7割下回ってますからね。まあ何も7割下回ってるからダメというわけではないですから、まあこの盗塁数でこの成功率ならそれなりに褒められるんじゃないでしょうかね。ただこれも30盗塁はいけず。で、出塁率は3割8分6厘、長打率は4割9分7厘で、OPS は8割8分3厘、9割切ったのね。うわー、もう残念だな。そこ乗ってて欲しかったんですけど、やっぱりね、このパワープロでも同じように、やっぱシーズン後半戦に数字を落としがちなので、僕の選手も同じように落としましたね。まあ、それでもトップクラスなのは変わりないですけど、じゃあお前がナンバーワンだって言われたら、いや、違いますねってなりますよね。柳田との対決ということを考えれば、9割弱は最低でも欲しかったんですけど、残念。年間表彰式です。さあ、個人タイトルは受賞なるかどうか。まずはベストナインから、ポルテルでしょ。はい、受賞ですね。で、他にロメロ、ペゲーロ取ってます。全部外国人じゃないですか。悲しいね。秋山翔吾はここにいないんだね。まずはベストナイン受賞。そしてゴールデングラブも秋山、僕の選手、荻野並んで受賞ですね。で、個人タイトルはシーズン MVP は西武の菊池雄星が取れず、そして首位打者もね、内川に打率で負けてますから取れない。安打数に関してはやっぱ内川と並んでの最多安打ということになりますね。ここに来て内川誠一が復活してる。まあファンからしたら嬉しいんですけどね、なぜこのタイミングで、あんたさえいなければ俺首位打者取れて、なんなら最高出塁率取れててもおかしくなかったのね。なんでなんだ内川、ちょっと空気読んで。対決のテーマでもある月間 MVP、 こちら受賞することができたのかどうか見ていきましょう。オープン、ダダダン。あー、取れてないなー。助っ人外国人勢がやっぱみんな活躍するからね、それもあってが僕の選手は前半戦もそして後半戦も一つも取ることできずにシーズン終了ですね。次は柳田悠岐をシーズン終了まで回していきましょう。前半戦は3割6分9厘という打率、 OPS も10割超え、これぞ柳田っていう数字を残してますが、まあ後半戦にね、もしかしたら数字を落として、あれ意外にもみたいな成績叩き出すかもしれない。何よりもね、今秋山との熾烈な首位打者争いっていうのも真っ只中ですから、まあ、最終的に首位打者も取れるのか、いろんな部分に注目して見ていきましょう。柳田悠岐シーズン終了までレッツゴンヌ。さあ、柳田悠岐の1年のシーズンが終了しました。果たして成績はどのようになり、そして首位打者獲得することはできたのか。今からパリーグの野手ランキングをオープンしますからね、取れてたら柳田の名前が一番上にあるはずだ。どうなんだ、見ていこう。オープン、ダダダン、どう取ったね。でも待ってくれ、
ちょっとおかしいぞ。3割6分8厘、確かにすごいが、試合数で見ていくと119試合ですからね。怪我したこともあってか、やっぱ最終的にね、119試合の出場で終わりましたから、後半戦もまた出れてないんですね、数試合程度ね。まあ秋山との首位打者争いは見事勝利も、なんか素直に拍手はできないよね。この手のねパターンで首位打者取った選手っていうのは素直におめでとうとはみんな言ってくれないからね。やっぱ秋山の方が立派ですよ。143試合出て貢献度で見ていくとやっぱ秋山の方が高いんじゃないかなと思いますが、まあまあまあ記録上はね柳田が、これ首位打者を取ったということになりましたので、なそこは拍手しておきましょうよ。ただ試合数の少なさに関してはコーツですね。怪我しちゃダメなんだよ1選手は。で462打数の170安打、で2塁打31本3塁打1本で本塁打は何本、うわー、でこの出場試合数で33本打つんだからね。確かに出場試合数にケチはつけたけど、この試合数で33本打たれたら文句言えへんわ。お前がナンバーワンだって言いたくなるよね。フルで出てた柳田も見たかったね、こうなったら。でまだこれトリプルスリーの可能性もありますからね。打点も103打点クリアしてる、恐ろしいぜ本当に。得点圏打率は4割2分3厘、得点121得点、三振が88個、フォアボール67、デッドボール3つで併殺3つ、盗塁は何個、21個か。やっぱね前半戦のペースもそんな多くなかったので、それもあってか30はいかなかったね。残念、柳田悠岐もトリプルスリーは達成できませんでした。で出塁率で見ていくと4割4分9厘という驚異の数字、長打率は6割5分4で OPS は11割0分3連です。あ球界最強バッター柳田、シーズン後半戦もどうやらいたんだね。前半戦から数字を落とすのではなく、前半戦からまた一段階数字を上げてくる、こやつ本物だな。こやつなんでメジャーに行かねえんだよ、わかんねえ。はよ海渡って活躍してこい、大谷以上のフィーバー起こせるって間違いないって。やばすぎますね。あまり声は荒げたくないけど荒げてしまう。野球を知ってるのであれば荒げたくなるような成績を残してるからね。個人タイトル受賞なるか、まあ首位打者は確定してますが、その他はどうなんだろうね。まずはベスト9から。わー取れてるんだね。もうあれだけ試合休んでもやっぱその間の貢献度、爆発的な成績やばいから取れたんだね。なかなかベスト9ってあれだけ休んでたら取れるものではないんですけど、やっぱ柳田の成績の凄さもあって取ってきましたね。まあ、ゴールデングラブはやっぱ取れなせんけどもね、うん。で、個人タイトルはシーズン MVP も取るんかい、マジで嘘でしょ。そして首位打者、その他最高出塁率も取ってきました。シーズン MVP 取れる、パリーグで一番いいやつが取るタイトルだよ。確かに打撃成績やばいし、もう神やけど、もうそれ以外の言葉見当たらんけど、やっぱ試合の出場試合数っていうのが、なんだろう、関係してこないんだね。俺が思ってるほど、それってあまり大事じゃないんだね。まあ、出場試合数が少ないって言ったって、規定打席はちゃんと到達してるわけですからね。ということを考えれば、まあ、取ってくるのは妥当な話かな。個人タイトルをいっぱい取った柳田さん、月間 MVP はどうなのよ。見せておくれ。オープン、ダダダン。おー、柳田も取れてないんだね。まあ、なんで、なんでだろうね。どの月で取っててもおかしくなかったよ。怪我で休んだ月はしゃあないにしてもね。じゃないとあんな成績取れないと思うんだよね。どこかで1回2回取らないとああいう数字にはならないよ。まあ、他のライバルが手強かったっていうのもあるんでしょうけども。高野選手が月間 MVP を取れずに終了ということになりましたね。ちょっと残念。互いの1年のシーズン、これで終了ということになりましたので、今から成績見比べて、どっちが上下勝敗決めていきましょう。成績はこちら。まず試合数では141試合と119試合、決定的な違いがあるよね。これだけ差があれば、
ればですね、まあ本来ならば僕の選手の勝ちって言いたいんですけど、まあ、その中でね、柳田の成績見ていくと、まず打率では3割3分1厘と3割6分8厘。試合数の差だやがあって、打席数、打数の差もあるけども、率では3分近くの差を開けられてる。どっちも高いけど、柳田の方が高すぎるね。で、本塁打で見ていくと18本と33ですからね、ホームランを打つパワーっていう部分でも差を開けられ、本来打点数もこちらが多くならないとダメなのに、柳田の方が上。こういう積み立て系で負けてるっていうのはかなり大きなダメージですよね。打点のみならず得点数でも104得点と121得点で負けてるからね。本来全部こっちが勝っておかなきゃダメなの。全部負けてるっていうね。だから僕の選手は確かに試合は多く出てますよ。でもその1試合1試合での貢献度で見ていくと、これはちょっと出てる数字が示してる通り、柳田の方が上ということになるんじゃないかな。その他出塁率では3割8分6厘と4割4分9厘、長打率では4割9分7厘と6割5分4厘、 OPS では8割8分3厘と11割、思わず笑っちまうほどの差が出ているだろ。やはりこれだけ圧倒的な打力の違いがある以上ですね、僕の中ではもう一つの答えが舞い降りてこちらを見てほくそ笑んでますので、もうこれを結果発表しないとですね、ちょっと俺の中の俺が止まらないので、今から結果発表といきたいと思います。よい対決サクサクセス実況22回目、5月の月間 MVP を受賞した球界最強選手柳田に挑んでみた結果は、柳田悠岐の勝利、僕の選手の敗北、そういう決着になります。残念ながらこれだけの打力の違いがあったらですね、出場試合数の話題も守備のね、そのうまさっていうのも全部消え去るね。やっぱ野球って打つスポーツですよ。その中でね、もうこの球史に名を残すレベルの活躍をしてる柳田に、僕の選手程度じゃ何も歯が立たないね、傷一つつけることのできなかった対決サクサクセスですね。柳田が恐ろしすぎました。球界最強選手、いや違う、歴史を振り返っていてもナンバーワンの選手、挑むには早すぎたか、無謀なチャレンジだったのかもしれないね。くっそー、今回負けてしまったことによって、これまで積み上げてきた12勝目に並ぶ12敗目喫しちゃいましたね。残念だね。で、前回の動画ではね、5月の月間 MVP を受賞したパリーグの投手岸、そして今回ね、野手の柳田に挑んでみたわけですが、どちらの選手にも勝つことはできませんでしたね。まあ、どちらも一流、超一流の選手ですから、まあ、勝つことは難しい、それが分かって挑んだんですけど、見事にやり返された、なんやねんこれって感じっす。まあ、でも仕方がないね、相手のレベルが高すぎるんですから、それ以上に強い選手を作れば結果はついてくるので、まあ、今後もまたね、この2選手は対決し、特に柳田とはこれからもう何度も幾度となく対決していく予定ですので、完封までに柳田を倒すというまでやっていくんでね、まあ、今後の動画も楽しんで見てくださると嬉しいです。これでね、5月の月間 MVP 受賞者セリーグパリーグ編は終了ということになります。またね、6月の月間 MVP が発表されたら、受賞した選手たちとも対決する予定、お楽しみにね。ここまで見てくださった皆さん、ありがとう。次回もお楽しみに。グググググバイ、また会おう。